大海。ダルさん、相変わらず声でけえな。現場で大声出すなって言ってんだろうが。すいません。で、なんだ。いや、ガイシャが手に持っていた拳銃なんですが、あの拳銃からガイシャのものとは別の指紋が。別の指紋？ええ、しかもその指紋なんですが、昨晩芝浦埠頭で視察隊で発見された元搭乗会組員森永の殺害現場にあった指紋と一致しました。なんだと？で、その指紋身元は割れてんのか？はい。ですが、これがちょっと、ていうか、かなりびっくりっていうか。なんだ？いいから早く言え。はい。現場から発見された指紋はこの男のものでした。ん？これって確か今話題の芸能事務所の社長じゃないか。四課から聞いた話では、芸能事務所社長というのは仮の肩書きで、本当は近江連合の現役幹部組員だそうです。うん。数年前から公安は彼のことをマークしていたようです。ついに裏の顔を見せ始めたってことですかね。こいつは今どこだ？公安の情報では神室町、新神室ヒルズホテルに滞在しているようです。神室町にいるだ？ちゅうことは、福岡も札幌も名古屋も、今回の絵裏で買い取ったんはかっちゃんちゅうことか？間違いないようだぞ。すでに勝谷会長以下、大阪工業の主力が神室町入りを果たしたとのことです。搭乗会は何やっとんのじゃい！いや、それがこれっちゅう抵抗もなく、事実上の無血会場だったようで、おそらく大阪工業と搭乗会の間で事前に何らかの取引があったやないかと。ほな、蒼天ぶりはどうなっとんのじゃい！ごく一部の施設を除き、ほとんど間抜けの殻だそうで。蒼天堀ぐらい欲しけりゃくれてやるっちゅうことか。後目に興味なさそうなふりしときながらやってくれるやないか。ほら、何ぼさっとしとんねん。さっさとしたくせんかい。何のしたくだか。戦争に決まっとるやろが。わしらも東京乗り込む。勝也の好きにさせてたまるかい。はい。そうか、分かった。渡瀬の兄貴が動いたんだな。あ、いや、いい今さら動いたところでどうにもなるまい。それよりも例の件はどうなってる？そうか、これであとは役者さえ揃えばいよいよというところだな。それじゃあ。すみません、これでもいろいろ忙しくてね。それじゃあさっきの件、お返事聞かせてもらいましょうか、秋山さん。この金は？さっきのこちらからの提案を飲んでいただくためのものです。あなたがパクさんに貸した金3億、それに加えて迷惑料として2億乗せさせてもらってます。5億か。つまりこれで日本ドーム公演から手を引けと。ええ、あさって予定している沢村遥のメジャーデビューコンサート、キャンセルしてもらえないでしょうか。ちなみに本件、イベンターとはすでに話がついています。チケットのキャンセルに関わる費用、その他設営などのキャンセル代なども全て大阪芸能で負担することになってます。つまり
この金はまるまるこちらの懐に入ると。どのように使われても構いません。あなたが全て受け取るのがはばかられるようなら、今後の沢村遥の養育費にでも当ててやればいいでしょう。あんた、遥ちゃんを引退でもさせる気なのか。引退か。まあ今回のイベントをキャンセルすることになれば、妖怪内での悪評は高まる。自然と仕事は減り、結果引退に追い込まれるのは間違いないでしょうね。あんた、そこまでしてあの子の夢を打ち砕きたいのか。そんなことはない。だが今、沢村遥にあの場所でコンサートをされては困る。もし彼女があの舞台に立つようなこととなれば、最悪。いや、何でもありません。全部ビジネス上の話です。これ以上うちのティーセットと沢村遥の差を広げられたくないんでね。そのための布石というやつですよ。あさってのコンサートは沢村遥の代わりにうちのティーセットにやらせます。大阪芸能一押しのアイドルとしてドームで初コンサートをするというのもいい宣伝になりますからね。さあ、それじゃあ返事を聞かせてもらいましょうか。参ったな。ん？俺はつくづくあんたのことが読めなくなってきましたよ、勝也さん。前にも言いましたが、あんたは演技派だ。しかも相当レベルの。でもね、どうしても俺にはあんたが根っからのワルだとは思えないんですよ。何を今さら。大阪で私がどれだけひどいことをやってきたのか、あなたは知ってるはずだ。ねえ、でもそれも全部あの金井ってバケモンみたいな男が勝手に突っ走っただけのことなんじゃないですか。大阪芸能の社長室で初めてあんたに会った時、パクさんの話になった。俺はね、勝也さん、あん時のあんたの顔が忘れられないんですよ。顔？どんな演技もこなしてきた名優の一片のほころびとでも言うんですかね。あの時、寂しい表情をするべきだったはずのあんたの表情はどことなく悔しさと怒りに満ちていた。ほらね、もっともっとあんたのことが知ってみたいと思うようになりましたよ、勝也さん。くだらない話はいい。返事を聞かせてください。当然ですが、断ります。遥がドームのステージに立つことはパクさんの夢でもあるんだね。じゃあそのためなら大阪芸能、いや大阪工業を敵に回してもよいと。ねえ、もちろん。それじゃあまた。ちょっと殴らせろよ。めんどくさいな。
せって。準備はいいか。じゃないんだ。ねえ、見てよ。本当にごめんなさい。ちょっと待てよ。そこ小遣いくれ。やりますか。ただいま。ってなんだ、花ちゃんも留守か。ちょっと何あんた。ちょっとって
もう2時間以上ここで待ってたんですけど、誰もいなくて。お店の人ですよね。ああ、そうですけど。何の用ですか。いや、あの、ちょっとお金を貸していただきたくて。ああ、もう困ったな。実は今ね、このカムロ町の本店は花ちゃんっていうジム、いや秘書か、まあその女の子に経営を任せてましてね、私の一存で自由にお金を貸すわけにはいかないんですよ。ああそうですか。弱ったな。で一応聞くけど、いくら必要なの？ここにやってきたってことは結構他の店で断られてきたってとこなんでしょ。それがあの、はい、ですね、3億と2000万ほど。へえ、3億2000ね。で、お願いします。この店は無利子無制限でお金を貸してくれるって噂を聞きました。2000万は後でもいいんです。それよりもどうしても今日中に3億円用意しないと大勢の人の命が。大勢の命？とにかく俺を信じて3億円貸してください。はあ、いや気合は分かったんだけどさ、いやそんな大金何に使う気なの？あさって日本ドームで開かれるあるアイドルのメジャーデビューコンサート、それをどうしても中止させないといけないんです。え、それってコンサート中止のためのイベント会社に支払う違約金3億円俺に貸してください。
なるほどね。そんなことがなんかいろいろつながってそうだね。ええ。だが一つ困ったことがある。実は明後日のコンサート、舞台に上がる沢村遥ってのは今俺が預かってる立場にあるんだ。え、そうなんですか。しかも都合が悪いことに、俺と遥ちゃんはどんなことがあろうとそのコンサートをやりたいと思ってる。現に遥ちゃんは今もとある場所で事務所の連中と密かにレッスンを続けてる。それに俺もついさっきコンサートを中止してほしいという打診を断ってきたばかりだ。でもコンサートをやればどんな危険が待っているかもわからないんですよ。そんなことはわかってる。だがそう簡単にやめるわけにもいかないんだよ。あのコンサートにはいろんな人間の夢が詰まっているからな。夢ですか。とはいえ危ないとわかっているイベントをやれば客にまで被害がいく可能性もある。興行サイドとしては何としても事前にその危険を取り除く必要はあるな。それじゃあイベントを中止を。いやダメだ。安易に中止すれば遥ちゃんはその時点でパク社長から引き継いだ夢を諦めることになる。夢ってのは手が届く時に掴み取らないとダメなもんだ。次のチャンスはなかなか訪れない。あんたのホームランのようにな。今やるしかないんだ。いやでも遥ちゃんに危険な橋を渡らせるわけにはいかない。それじゃあ調べるしかないようだな。あの夢の舞台の裏で何が起こっているのか。そこのおっさん、ほら、はい、勘弁してやるよ。ちょっとお仕置きの時間だぜ。やりますよ。
俺が悪かったです、すみませんでした。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お兄さん、ちょっと待てよ。とりあえず金よこせ。やりますかね。早いですって。
そこの兄ちゃん、待て。おい、どっちがくせえんだよ、バカ。仕方ないですか。いいか。ちょっと待った。あっちゃあんたに会うためわざわざこうしてきたんだ。そんな急いで逃げようとしなくてもいいんじゃないの。俺は何も知らない。本当だ。俺は何も知らない。本当だ。あれおかしいな。まだ何も聞いてないのに、なんか隠してるの？あんた。違うんだよ。俺はかっちゃんに頼まれただけなんだ。多分ここに金貸しの社長が来るはずだから、そしたら軽く追い払ってくれって。かっちゃんって勝也のことか？そうだ、大阪芸能の社長の勝也だ。どうして勝也が俺がここに来ると？さあ、よくわかんねえよ。ただ、そいつは
あさってのコンサートを開かせに来るはずだから、そうなったら絶対に突っ張れてくれって言われて、それで。だから大阪工業系の組員たちがこのビルを警備していたわけね。で、あんたはパクさんから受け取ってる3億を持って高飛びしようとしていたのか。違う、今から大阪に行ってこの金を返しに行くつもりだったんだ。まだパクさんの墓前に手合わせてもねえからな。よく言うぜ、パクさんと交わした契約を破棄して勝也に乗り換えようとしたのはあんただろうが。だからそれも違うんだって。俺はかっちゃんの指示に従っただけなんだよ。パクさんとは全部話がついてるって言うからさ。一体何の話だ。死んだパクさんが勝也とどんな話をしたって言うんだ。ごまかすのも大概にしろよ。ごまかしてなんかないよ、かっちゃんが言うんだから間違いない。だってかっちゃんとパクさんはこの20年間ずっと互いに支え合ってやってきた仲なんだよ。誰が何と言おうとかっちゃんがパクさんを裏切るようなことはするはずないって。は？どういうことだ。勝也とパクさんがつながってるだと。おう、そうだよ。俺はかっちゃんの元マネージャーで、あいつらがこの町でスター目指して頑張ってた頃からの知り合いだ。パクさんもかっちゃんも夢半ば表舞台から去り裏方に移ったけど、以来ずっとあの二人は親友のはずだよ。なんだと。これは、ええ、20年前一度だけ撮った写真だ。二人の後ろに写ってるのが当時パクさんが付き合っていた男だ。確か真島とかいう名前だったっけかな。ちょうどその写真を撮った直後、かっちゃんが撮影中にスタントで大怪我しちゃってね。かっちゃんは引退を余儀なくされた。そのピンチを救ったのもパクさんとその真島という男だよ。真島さんが？ええ、アクション俳優だったかっちゃんがこの業界で生きていくには裏方に回るしかなかった。だが競合をひしめく東京で事務所を立ち上げるなんてことは容易にできない。それで当時芸能系事務所が少なかった大阪に渡り、現地の極道連中と話し合い、大阪芸能の立ち上げを世話したのがその眼帯の男だよ。その後真島とパクさんは別れてしまった。結局パクさんもかっちゃん同様大阪に渡り芸能事務所を立ち上げた。だがそれも全部あの頃の夢、お互いがスターになるという夢を叶えるために手を取り合って頑張っていくためだったんだ。でも確かダイナチェアと大阪芸能は犬猿の仲だと聞いていたが。それは表向きにはね。そうやってライバル関係ってことを業界内にすり込んで話題作りをしていただけだよ。あ、そういや確か何年か前にパクさんところのアイドル二人組が大阪芸能に移籍したんだけどね。 T セットの話か。そうそう、あれもさ、パクさんがかっちゃんに頼んだのよ。あの T セットの二人ってのは強烈なライバルがいないと飲みない。だからあえて大阪芸能に移籍させてダイナチェアが育てたこと対決させて育てたいって。パクさんが考えそうな作戦だよね。となるとパクさん、それに勝也、さらには真島さんまでが知り合いだったってことか。知り合いどころじゃないよ。真島って男もパクさんとは連絡を取り合ってないみたいだが、かっちゃんとは今も頻繁に連絡取ってるみたいだよ。かっちゃん東京に来るたびに真島さんのとこを訪ねてたみたいだから。なんだって。それじゃあ真島さんと勝也は。うん、今も知り合いっていうかかなり親友に近い関係なんじゃないかな。なんてことだ。それじゃあ勝也がコンサートを中止させたがってるってのは他に何か理由が。中止？え、何？延期じゃないの？
延期？うん、だって俺はかっちゃんにあさってのコンサートを1日後ろにずらしてほしいとしか言われてないけど、なんかあさってじゃ新曲の振り付けが間に合わないからとか言ってたけどさ、あの勝也って男一体何を考えてるんだ。